どうも皆さんこんにちは、リコルです。ということですね、今もうね、朝の3時28分なんですけれども、俺のトロフィー6571、66リーチですね。ちなみにこれがね、シーズン最多でもあり、自己ベストでもありますね。最多トロフィー6571が上がりやすくなったね、トロフィー制度が変わって。で、66リーチやっていきたいと思うんですけれども、使っていくデッキはこちら、全世界から全クラロワプレイヤーから嫌われているゴブリンドリル なんでゴブリンドリル使うかっていうと、まあこの最大レベルになってるっていうのがでかいんですよね。ボーラーが入るデッキっていうのがあんまりないから、まあ、エレジャーレベル13ではあるんだけれども、その他のね、サブユニットがね、ちょっとレベル的に足りないってことで、こちらの方ね、今使ってるんですけど、まあ強いね、やっていきたいです。で、トルネをうまく活用していきましょう。で、今ね、口の滑りが絶好調なんですよ。配信ミナティブでの配信ね、今終わったばっかりなんで、アダマモブスキーさんいらっしゃいじゃねえやあれが出ていく。さあ、これはしっかりとバルキリーで拾っていきたい。いらっしゃいっていうか、これはあれですね、あの癖ですね、配信の癖ですね。で、そう、まあ、66リーチってこともあって、まあ、口の滑りも絶好調なんで、ガチ無言プレイの方にやっていきたいと思います。勝っていきたいけど、インドラがちょっと厄介ですね。このデッキ結構インドラ厄介なんだけどさ、インドラとあれってなると結構あれかな、まあラバーの可能性が高くて、このデッキはラバーは結構きつい部類のに入るよ、だいぶ。さあ、これババ来たら、あー、やばいな、バルキリー型もやばい。ラバーの可能性あるんで、ここはバルキリーで受けていきましょう。いやー、やばいな、それ。どうしようかな。ディガー飛んでくるんだよね。どうしよう。やばい、これ、66リーチで、ラバ引くか。俺引いてなかったんだけど、ラバ。いや、待って、それさ、でもあるよね、多分ね。バルーン、あるよね。いや、バルキリー、クローンなんかな、なんだろう。うわ、やばいって、それ。飛ぶけど。いや、トルネでギリギリ耐えれるかな。なんとか耐えたか。いや、ビビドラも痛いし。いいひー、ラバきちいね。いや、ほぼダメージ入ってないな。いやー、しかもバルーンじゃないな。バルーンじゃなくてって感じだから、なんとか一本とりあえず降りたい。対空がね、マジでないからな。テスラしかないから。やばいぞ、これやばいの引いたな。ここバルキリーでしょ。キャー、コンボまで追加しちゃおう。そうだよね。ちょっと入るの美味しい。ボンバーが決めてくれて、さっこスケルトンでしっかりとカバーしていくけど、で、俺としては、やばい、そのインドラ焼くな焼くな、やばい。いやー、マジか、もう虫抜きになっちゃった。さて、ここもう落としきんないと俺的にはやばいんだけど、やばいなー、それ。いや、なめか、しかも、うーふー、これもう回すしかないな、俺は。来るからもう全部こっちぶっぱで、で、これバルキリーが来たらどこに来る、トルネで引っ張る、これ多分落ちると思うんだよね、さすがに。 OKOK で、ここでテスラ置いて、で、ここのこいつがやばい、ファイスピー、やばすぎやばすぎ。いやー、きついねマジか、ここでラバ引くか。あんま引いてなかったんだけどな。まずはテスラ置いて、やばすぎる。ほい、あー、インドラ入ったか、ジジあっさり負けちまった、マジか。いや、これちょっと厳しいね。ラバーちょっと難しいけど、まあ、29なんで、どれぐらいだ、42か。2連勝しましょう。2連勝してもいけるか分かんないけど、なんだ、58か。まあ、2連勝したらいけるか。頑張っていこう。さあ、71なんで、トロフィーはもらえるはず。おー、なるほど。これは、トルネがあるんで一発食らってもいいから、しっかりとキング起動していく。 OKOKOK26 かな。26だったら相性は最高ですよ。さあ、 YouTube って書いてある。これ YouTube 同士負けられないっすね。
気づいたけど、26か、あれですよね、ブライアンさんが26使ってましたよね。いや、まさかのブライアン参戦という最高の手が、まあ、ウッドまで使ってくれるかな、あれ。そうですね。オッケーオッケー。相手としては多分きつい。もうこれ、前半でね、しっかり耐えていきたい。んまあ、これ、先置きテスラしてもいいかな。あ、そのボンバー一発でかいな。多分ね、下手なミスしなければ勝てると思うんだよね。これはしっかりここにバルキリー当ててって、うん。これいっちゃいましょうか。こう。サファイブ使ってくれる。このスケルトン追加が地味にいやらしかったりすると思いきや。いや、いいね、いいね、いいね。いいね、これバルキリー入るでしょ。いや、でかい、でかい、でかい。これだけで強いから、相手ローリングって打ちたいけど、そう、ローリングってのタイミングをちょっと間違えると、こんな感じで入っていく、チビ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 入っていくよ。で、ここホグ追加されても、テスラがあるんで守れると。相手はね、範囲攻撃がないんで、これは相当きついっすよ。アイゴレとあれで受けようと思っても、結構厳しいはず。なんで、まあ、ファイボ削りされないようにだけ、気をつけていきたいんですが、まあ、これ先置きテスラでいいかな。これは。さあ、ファイボ来るよね。テスラ、稼働してるうちに、ゴブドリ飛ばしてあげて、さあ、そこは射抜けんのか。でも、ただ、俺、トルネまであるからね。ちなみに言うと。さあ、これウッドまで来る。いやー、でかいっすね。あれだけで、アイゴレ、5コス使ってるからね。1コスのアドではある。さあ、テスラがもう回る、ちなみに。さあ、来るよね。さあ、これ、ファイボで、ファイボこのタイミングで来るでしょ。来る。さあ、ただ、ファイスピ追加して、さあ、ウッド、まあ、このボンバーに多分、ファイボを徹底してくると思うんだけど、来るっしょ、ホグ。ファイボで削ってくんのかな。まあ、俺もファイボ、わあ、なるほど。オッケー。まあまあ、いいでしょう。そんなに悪くはないと思う。まあ、これはね、相性有利だね、だいぶ。枯渇と、俺的感覚で言わせてもらうと、枯渇と、26とかは負けないっすね。基本的に負けないと思う。ファイボ削りしてっていいと思うんだけど、ちょっと気をつけたいところではある。こうしっかりゴブドリと、よいしょ、このノックバックも強い。うん、しっかりここは守っていって、うん、オッケー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 。ちょっと危ないところもあるけど、トルネとね、さすがにトルネとテスラあれば、まあ守れるってことで、まあこれは早送りしてもいいかな。さあ、やってきました。7-4 なんで、最多更新プラス、ここで、いけば6-6と。6-6早く乗りたいね。できれば。これでやった大瓶なんだよね。トロセード変わってからずっとマットとかさ、あと、ハンマー。このハンマーのところとかで行ったから、ちょっとショットが良くない。けど、ボンバーで完封。完封はできないか。ちょっと遅かったね。反応が。さあ、枯渇。でも、ザップか。ザップでゴブリン。なんだろう。早くデッキを知りたいところで、あ、メガナイト？なんだろう。まあ、これ、テスラでいいかな。テスラを置いて、ワンチャンコウモリが追加、コウモリ追加。まあ、これバルキリー、こっちバルキリーで受けながら、あ、テスラが強いね。テスラ強いよね、これね。まあ、多分、カホ来ると思うんだけど、ちょっと厄介ですね、それ。多分バルキリー一発入れてくれると思うんで、ファイブ打って、これトルネで吸います。いやー、このトルネがね、結構ね、キング起動もできていいんですよね。これキング起動すればだいぶ熱い展開にはなるので、うん、ただ俺としてはスケバレのね、バカダメージもあんま入れたくないから、うん、これはメガナイトで踏まれちゃうけどね。まあ一回飛ばして、あー、すごいな、ウィザードいいのか。範囲攻撃のガン詰めだな。ちょっと入る、ちょっと入る。ボンバー。これにはテスラかな。で、ファイスピア残しておきたいかな、個人的に。ほい。いや、そのファイアボー痛いな。ちょっと、ファイスピア飛べよう。
危ない、飛ばなかったらどうしようかと思った今。俺も飛ばそう、これこれはキング起動してるからなんとか抑えられて、ザップも切った。相手何があるんだ、結構きついぞこれ。あーなるほど、いやこれ5じゃなくてよかった。オッケーオッケー、あーめっちゃ入る、めっちゃ入る、いいねいいね。あーオッケーオッケー、でかっ、えぐいえぐいえぐでかい、うわえぐでかい、あれもう何でも落ちる、すべてで落ちる、ロブドリでも落ちればトルネでも落ちるし、ファイボでも落ちるし、完璧だ。オッケーオッケー、だからこれはバルキリーから合わせていって、でコウモリ結構ねファイスピコカツっていうか、まあでも相手ザップだけだから多分そこを注意しながら行きたいし、どうしようかな、これゴブドリで、でこれはファイスピテスラ置いてしっかり二段構えで、もう結構がっつり防衛しちゃおうか、ここは。うん、ファイブ打って、まああれもうゴブドリでも落ちるからトルネで引っ張ってあげて、オッケー GG 来ました、よし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 、多分6を86なんでちょっと上なんで多分31でかいということで、なんとか無事66かな、はい、トロフィーがドド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 っていって66ですね。よし来ました、初めての66かな。一応まああれだよね、前のさ7-0がさ 9展開っていうか、その展開だった時の66っていうのは結構あれだった、もう結構トロ高いみたいな感じだったけど、今の66だとね割と低いのかな、なんかどうなんだろうね、前のもうねすごいね、結構もう8000いく人もいるし、グローバルももう8000余裕でいってるもんね。そうだよね、だからまあ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 こんなもんすよ俺は。まあでもそれでもね66更新嬉しいってことで、まあできたらね今期 7-0 行きたい感もあるんですよね。テスラがレベル13になって結構防衛硬くなってきたので、まあ5もレベル13だし、まあまあレベル揃ってるってことで、まあレベル13、3体いればまあまあまあ戦えるかなっていうところで、まあこれからもねトラ上げ頑張っていきたいと思うので、よければねこのチャンネルの登録と、ミラクルのフォロー、そしてツイッターのフォローとかね、よろしくお願いします。もっとみんなと絡みたいと思ってるので、ということで今日はね、昇格戦でした。ゴブドリーヘイト溜まってるけどね、自分はこのデッキでいきたいかなと思うので、よろしくお願いします。といったところで、今日ここら辺で終わりにしましょう。じゃあな。